9人組グループ、スノーマンの渡辺翔太が、17日放送の、世界、爽快、映像 GP、5 7時、に初出演する。番組カット、びっくり、のけぞるように映像を見る柴田理恵同番組は、日頃のストレスが吹き飛ぶような、見ているだけで気分が爽快になる映像満載のバラエティー。 ゲストのアンミカ、コーチユーゴ、ストーンズだかイコールハシゴだか、後藤輝元、フットボールアワー、柴田理恵、高橋茂雄、サバンナ、渡辺翔太、スノーマン、そして MC の井上聖火アナウンサーの7人が、それぞれの部門のテーマに沿った数々の爽快 VTR を見守る。今回は、スゴ技、音楽で爽快、人が多すぎて爽快、 世界一になった一ダフルな瞬間に加え、特番第一弾放送時に話題になった、爽快な救出映像の5つの部門に分けて届ける。スゴ技部門では、桁外れの動体視力と柔軟性、度胸がないとできない中国武術、創術、創術を披露する2組の男性を紹介。槍をつく人とそれを避ける人。 少しでもタイミングがずれると危険が及ぶが、目にも止まらぬ爽快技を見せ華麗なパフォーマンスを披露する。コーチ、柴田も、やばい、と大興奮の展開は見逃せない。また、自分でも大興奮。スゴ技キッズ3連発、と題し、子供が、天才サッカー少年、8歳のゴルファー、天才ドライバー、の爽快映像を紹介する。 音楽で爽快、部門では広場のベンチで一人、大きな声で歌っていたおじさんから歌の輪が広がっていく様子を届ける。日本ではなかなか見られない状況にスタジオが感動に包まれる。このほか映画のワンシーンのような爽快マーチングバンドの映像も、初出演となった渡辺は、めちゃくちゃ爽快な VTR がたくさん出てきたんですけど、 純粋に楽しみながら見させてもらいました。僕は中国の集団行動がとにかく気に入っています。視聴者の方にも早く見ていただきたいです。笑と話した。